はい、お疲れ様です。ゆうた14です。今回は今回は CWL のウィーク3なんて読むんだろう、 L 緊張みたいなね、とことやってきたところをやっていこうと思います。はい、結果からすると4点差と、まあ、CWL でね4点差つくのかなり珍しいケースかなと思います。はい、結局、強いとこ同士でやるとタウンホール12勝負になって、まあ11位以下は全て埋められて12位の前回勝負って感じになるんですが、まあ相手がね、なんかタウンホール10から11、12全てですね、まあ防衛勝ちといったところもあるんですが、攻守においてねかなり圧倒的な差をつけれた勝利かなと思います。はい、まあ、12はそうなんですが、10がまずね多分10個ぐらいしか前回取られてなくて、半分ぐらいは11のね11に埋められたって感じで、同格での全開がほとんどされませんでした。はい、で今回見ていくのはタウンホール12と11を何本か見ていこうと思います。まずは12からですね。12の全開は1本だけだったのでこちらのみになります。プーチンでクイヒーネクロボーラーという感じですね。でハグレの方もね、攻撃がかなり良くて、タウンホール10が60何パーかで埋まって、11がね10より高い69だか7だかそんぐらいで埋まったはずです。はい、なのでタウンホール12には偵察が10手ぐらい余ってて、まあ結構まあ自由にやれた、各タウンホール自由にやれた対戦だったかなと思います。はい、でこのルートもね当然偵察が1本入っていて、それでのその上でのアタックになっています。まあ、ここねマルチ IT にヒーラーがやられない角度で出していくと、まあここはまあちょっとギリギリではあるんですが大丈夫そうだねというのを偵察で見れた感じですね。まあ結構ギリギリなんで、まあこういうとこを見ていきたいと。でテスラをね結構美味しい感じに入りで壊すことができました。で外周にネクロを流しつつ、これ新レベルですね、ネクロが死ににくくなっていると。まあ、ここのボムターンと水塔のところが複数ダメージで、ここもハイダメージがあるんですが、まあその辺はねキングだったり中心部隊だったりで取れるでしょうと。でここ今回ね珍しかったのが、ボーラがね全くタウンホールに近くなかったのでトームを温存できたんですよね。ここでヒーラーがしっかり映ると。で中心部ねヒールもかかってるので、まあヒーラーがね映ってなくても大丈夫のような状況が作り出されていました。でトームがまだ余ってると。でマルチ IT3 本にね引っかかったところら辺で、まあトームを打っていくんですが、まあ一応ね巨爆とトルネが見えたところで使っていきましたね。まあ一応ヒーラーがねしっかり映ってて、まあ各地で確位復はしてくれてはいたんですが、まあね別に他に使えそうな場所はないので、まあ一番ねユニットが消えるリスクのある場所でトームを打っていったって感じですね。でやっぱりねこの辺のケアはしっかりできていたので、未だネクロは全て生き残ってますね。まあここでマルチ IT とねウィズトに捕まってはいるんですが、まあ最終部隊生き残った本体が流れてきての全開という感じですね。まあ、ちょっと最後はギリギリ気味難しい、はいでした。はい、というわけで1本でした。あー違う、続いてはスミスですね。初見でのアタックだったと思います。クイヒーラバルのジャンプイント、まあ、ちょっと前にねスミスが調子良くなったみたいな感じで言ってたんですが、まあ、基本的にクイヒーラバルのジャンプインが前回のパターンとして多いですね。うん、で今回はこれ前で攻めた配置にすごく似てるというか、そういう感じだったんですね。まあ、即死相手AT と大砲マルチ IT で、この細い通路を通らしてイーグルだったりクイーンとかを狙っていくというような感じですね。前もちょっとこの配置に似たような配置をジャンプインで取ってるのを見ましたね、スミスが。でまあ念のためのフリーズという感じで持ってきてたんでしょう。フリーズを一発打っていきつつ、まあ、ちょっとねヒーラーはギリギリだったんですが、と自分の充電もギリギリですね。早めに取りましょう。でネクロが2体入ってきたと。まあちょっとねネクロの新レベルが出てアイゴレが弱体化してからは、いろんなタウンホールでネクロがちょっと援軍として復活してるかなっていうような印象を受けます。
まあでもここの細い路地にね入ってくれればイーグル砲が打てるので、まあ問題ないかなと。まあ、エアスリッパーもねここにあったんですが折れてるので、まあ空は簡単そうなんですが、まあイーグル砲にねしっかりクイーンがタゲを取るまで待ってましたね。まあ、時間の管理もある程度できてたんだと思います。まずはね対空砲とマルチ IT までのルートをボマーで作っていきつつラバルの展開と、まあ、クイーンの方はねクロークを残しつつクロス1個からねしかタゲを受けてないのでかなりいい感じですね。まあ、空を始める時間帯というかタイミングも結構良かったですね今回。クイヒーと空、このクロスボのねタゲを空で受けるんじゃなくてクイヒーで受けてくれてるので、そしてウィズトと対空砲、こっちのねウィズトはクイーンで見れるので複数ダメージのこのウィズトのところでトームをかけていきました。で対空砲ラストのね対空砲もオットザキツプですね、うまいですね。バルーンがしっかり進んでないところにウォーデンを誘導して確実に殺していくと、まあ、この辺はねなかなか鍛錬を積んだものにしかできない技なんですが一発で見事決めてきました。はい、というわけで11の全開でした。あと2本だったかな、とりあえず2本やっていこうと思います。プロ野球スピリッツガクさんですね。まあ名前の通りガクさんなんですが、まあ非常に名前のダサいことで有名で、その中でも飛び抜けて奇抜な名前の一つですね。で今回この配置がちょっと難しいなと思って見ていて、多分2か3回目のアタックですね、全体通してガク自身も1本攻めてたはずですね。ここをねマルチ IT のところをフリーズを使いながら壁を開けていきます。でこのマルチ IT とエアスイーパーを狙っていきます。この対空砲に関しては確か1本目のねガクの別の赤のアタックでこのクイヒーここ開けちゃったらこっちに流れるっていうのを分かった上でのこの動きになってます。援軍はラバなんでね、ここでまずは外に捨てていくと、でアーチャーがなんかいい感じに対空砲にダメージを与えてくれてますね。まあそんなに関係ないんですが一発入ったことは結構でかいです。地味にこのボマーがね対空砲を一発で壊せるようになりましたと。で空を展開していきます。この空の展開が結構難しくて、まあ、同時にねバン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 展開してここクジ側も出していってますね。まあ、タイミングを見てこのテスラのタゲを取っていくと、でテスラにまずはフリーズを打っていきますね。で2本目をマルチアイティと、でボマーはねライドラが入ってるんですがここでボマーでクイーンとイーグルの方の処理を狙っていきつつトーム、いやこれ結構難しいと思いますよ。忙しいですねかなり。空のルートをまず発見してこれでいけるっていうような発見をしたのが結構すごいなと思いましたね個人的には。まあ、結構まあやってること忙しいし、まあ、ちょっとねあんまり空に慣れてない人ならちょっと躊躇するようなルートになってるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと大きい画面でやりたいようなアタックでしたね。はい、角の全開でした。そして今回ラストが山下清志賞ですね。 ONS でウェルプレイドリーグでハグレからもね出てる一人なんですが、初戦でねハグレと ONS が当たるわけで、正直山下さんとやるのはかなり嫌な相手ですね。おっとこっちじゃないわ、見せたかったのはこっちですね。はい、こっちです、こっちです。まあね、いろんなことができるんです。さっきも見たようなディガーラッシュだったりクイヒーリガもね得意としてるんですが、クイヒーボーラーペッカもねやる人で、まあ最近空を覚え出してドラグバットもやると、まあ戦術の幅がかなり広くて、正直対策は難しいですね。はい、で今回のこのルートに関してもタウンホール10のね偵察が入ってます。というか11はほぼ初見で行った村以外は全部偵察が入りました。でホーミングを回収しつつキングと当たると、でここね偵察の段階で本当はねこっちに回していきたかったんですが、こっちに来るって回ってくるっていうのが分かってるので、そのルートを利用して使っていきます。このねくるって回った方が美味しいですね逆に。でクイヒーボーラペッカーね基本的にバスターでインしていくのが多いんですが、今回はね1層目からジャンプを使っていき
裏にバスターを使っていくというようなプランニングになっています。そしてねライダロア1体こちらも裏で使っていきます。はい、キングでサイドカットをしつつペッカ部隊ペッカボーラー部隊を中に入れていくと、これはねタウンホール10のファルコンみたいなのと同じような使い分けができそうですね。まあ正直ねタウンホールがこっちにあるんでバスターインしてこの辺ジャンプかけてもいいんですが、まあバスターよりもボマをね別で使える方が恩恵がでかいという判断でこうなってますね。でジャンプは2発積んでいます。でこの時点でねもうすでにレイジ2発ジャンプ2発で、ね、呪文は全て使い切っているんですが、はい、ここからがねライドラッシュライドラッシュじゃないラッシュじゃないライドラでテスラ外周のテスラ4本を見ていきつつゴマをここに刺していきます。対空がねあったエリアがすでに通り過ぎて折れているのでゴマが止まりませんと。で入った段階でこのクロス2本とねマルチ IT というのはクイーンがね届ける射程内にいるので、まあ、この辺は見れるとして、そうするとね外周の施設が残るだけなんですね。それに対して、まあ、ちょっとクイヒーボーラーペッカだと、まあ、ここバスターで入ってねジャンプで入ってもね裏のこの辺の施設に手が届かないと、そうなった時のためにボマを持ってきてるんですね今回。クイーンはギリギリですが落ちませんでした。でこのボマーがなんと5時ぐらいからもう約半周回ってきてさらに割れずに終わります。なのでね バルーンが入ってるんですがヘイストとねフリーズをバルーンに当ててまあ戦力の補強をしていこうと思ってたんですが全く関係なく、まあ、ペッカ2体だけだったんですがペッカ2体もね両方生き残り、まあ、ライドラム生き残りそもそものボマーが生き残るというね圧倒的な全開になりました。はい、まあ、ちょっとバスターインするのがまあ基本的なクイヒボーラペッカでよく見られてるような感じかなと思うんですが、まあねジャンプ2枚という結構大胆な使い方をしつつボマーをね裏で使っていくっていう選択肢もねタウンホール10のファルコンと同じような使い分けができると思います。はい、まあ、手が届かないところにねボマーを刺してあげるっていうのがこの編成の強いところだと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize.